おごめーん大分の高っち親方です。今回はアイドルハロープロジェクトの話題です。さあ皆さん、本日2021年7月2日、何の日でしょうか考え中、考え中、終わり。お、さすがごめんとおめでとうなんちゃってですね。えー、そうなんですね。本日はジュースジュースリーダー 金沢智子さんねか友の26歳の誕生日ですおめでとうイイエイ、えー、ということでですねえー、まあこの実はハロプロの現役メンバーね今26歳っていうね私申しましたがこれ実はかなり大きい話でございます。 えー、もうある意味でハロプロのこう歴史的な瞬間に、まあ、皆さんと一緒に立ち会えているというところでございます、えー、今回ですねその26歳ね金なとの、えー、誕生日をまあ記念いたしまして、えー、金なとのですね,、まあ、ね紹介そして魅力をですね皆様にもご紹介いたします、ね、合わせて、まあ、最近はかなともう金友といえばこの方もご紹介しなきゃいけないという方も、えー、ご紹介いたします えー、れですね、今夜はね、かなともの26歳の生誕祭を祝いつつ、ま、かなともの魅力をですね、えー、ね、ご存知の方はより一層またで、そしてまだね、かなとも知らない方についてはですね、ぜひこの機会に、かなともにですね、ご注目いただければと思います。どうか最後までお付き合いよろしくお願いいたします。最初に、かなともとは誰ぞやということでですね、まずはですね、簡単なプロフィールをご紹介いたします。 これはあのハロープロジェクトのですね公式、えー、ホームページからま引用してますけれども、えー、1995年の7月2日生まれですね。えー、B 型です。もう B 型といえばね私のご紹動画をご覧になっている方はですねピーンと来たかもしれませんが。 まあ私も B 型ということもございましてなんかこう B 型のですね女性っていうのはなんかこうより親近感を覚えるあ別に他の,あの血液型の方も好きですけれどもこうね B 型ってなんかちょっと嬉しいなっていう感じがしますで、まあ、ご出身は埼玉県ということで、えー、この後ご紹介しますが、えー、埼玉県でもですね、えー、活動をされていますでこう中学校時代にですねアーチェリーでですね、えー、全国大会出場されたそうなんですが、えー、どうもですね このアーチェリーとなると、この中学生要は分母が少ないですね。競技人口が少ないので、まあ、いわばその簡単に全国大会に出やすいとまあ、金友はおっしゃってます。えー、ですね。まあ、全国大会で結構厳しい目を見たという話も聞きます。 でいろいろですね趣味もあってですねあの一つあのメイドカフェに行くことねかなと思う,うのも有名です一度ですねご自身のラジオ番組でそのねメイドの会ありましたけどもね笛のメイドとかねすごいパワーワードも出てきますけれどもあの本当にですねメイドカフェも好きでね本当まあ女性らしいところっていうかですねそういうところもありますし 運も実力のうちというのがまたすごいなってインパクトも感じますえっ、ー、とハロープロジェクトに加入したのはですね高校2年生の時2013年ですねですねまあそれ以前にもちょっと入ってたようなんですけれどもでそしてですね現在ではジュース・ジュースのそのですねついでにですね、えーまあ、彼女がなぜこう、まあ、ハロープロにね入るかという、まあ、きっかけを簡単にご紹介いたします もともとはですね、えー、小学校時代に窮塔ですねに憧れてたということでこのね同世代の女の子たちがこんなにもね歌やダンスができてかっこいいなというところに、まあ、感銘を受けたそうですそしてですね高校2年の時にですね、まあ、妹さんと一緒にこうカラオケでですね、まあ、ベリーズ工房と窮ねベリキューの超ハッピーソングを歌ったそうですね、まあ、それ歌うとあのコンテストがあって で入賞するとそのメンバーからのサイン入りのポスターが当たるという、まあ、その得点欲しさにあのまあ簡単な気持ちで応募したところなんとですね彼女がそのコンテストで、まあ、グランプリ、ね、優勝したわけですよ。でその優勝がですね商品がなんとね2,000人のファンの前で「ベリキューと一緒に歌を歌おう」というねもういわばシンデレラストーリーなです、ね、展開がね起こったということで。 で、その時にかなともはですね、まあ、素人ということで、ドキンチョはしたんですが、あの、やっぱりこう、人前でパフォーマンスするという、その感動や喜びというのは、この時知った。ということでですね、えー、そこからね、ハロプロの道、あの研修生に加入をいたします。えー、当時高校2年生、まあ、17歳ぐらいですね。で、ハロプロ研修生というのは、その、小中学生がメインですので、あの、その中にポンとね、高校生が入る。もう本当お姉さんです。 ただやっぱりこう研修生の中では先に加入した者が先輩ということでだから高校生のかなともが幌中学生のね先輩にねさん付けとか敬語で話すというねこういう文化があるというところでかなり戸惑ったそうです。でまたですねかなとも自身はまあ習い事のつもりで頑張っていこうと思ってたらこれがね大変というか。 あの周りの,その小中学生の先輩はですねもう常にもうギラギラメラメラしててですねもう舞台に立ってもね私の方を見てねカメラすぐ抜いてみたいな感じそういう意識が常にあってもうレベルが高いとじゃあ私もこれではいかんということであの奮起させられたようですねでその後え研修生生活がもう多分ほんと数ヶ月早い段階でもねデビュージュースジュースが結成されました まあジュースジュースに入ってからもかなり苦労されたようですしまあねご病気もされたということなんですが今もねそれを乗り越えてねジュースジュースの今2代目リーナかつねこれから新しい歴史を作る、ね、26歳の現役というねえー、ところまでね頑張っていらっしゃいますねもうそれだけでこう考えるとかなともにね思いを馳せることができますがじゃあそのかなともねどんな魅力があるのかまあこれはあくまでも私親方自身が感じるですね かなともの魅力をいくつかご紹介いたします。まず一つ目が大人の魅力です。もうあのこれファンの方もねいろいろね同じ考え方の方が多いんですが、もうとにかくねかなともまあビジュアルもそうですし、あの歌声が本当に大人っぽいんですね。まあやっぱりこの先ほどねご紹介したハロプロのねアイドルの世界にまあある意味ではそので少しこうね。 もう若いね小中学生が多い中で高校生という少し年齢が高めの中で入ってきたということでまあ落ち着きがあるというのがですね一つあるんでしょうでですねですからこのも、まあ、ともとかなともが持っているねあの歌声ちょっと低くてこう粘り気あるね感じ確かなおわしすとかとか,とかねあの粘り気あるこの大人っぽさもありますしあとこの MC トークこれはね後ほどすごいねあの話にもなりますけれどもあのこう落ち着いてですねそもそも滑舌とか話すスピードも聞きやすくてそして何、えー、て言うかね頭の回転も速くてですね本当に視界進行がうまくてこの落ち着きというところがですね一つまあ、大人の魅力ですね。 でもう実際にハロプロの中ではもう、ね、お姉さん的な扱いということでですね本当ハロプロのメンバー内からもかなりですね尊敬されて信頼されているという印象を受けます、えー、続きましてまあその大人っぽさ落ち着きトークのうまさを感じられるのがですね、えー、実はラジオなんですねあのー、まあかなとも自身はですね複数のラジオにまあ出演されてますで私がもうほぼ毎週聞いてるのがえっ、ー、と 土曜日の深夜、もう日曜日に差し掛かっているところでですね。10深夜12時から行いね放送されています。FM ナックファイブ埼玉のですね、えー、番組ですね。かなたともこのビビッとミたないたっていうね、ビビ内容ですね、ほぼ毎週聞いてます。えー、これメインパーソナリティはかなとも。 で毎週ですね毎回あのビヨーンズからですね、えー、2人メンバーが来ていろんなねトークとか企画などをするこれ本当にね面白い番組なので是非ラジコなどでもね聞けますのでお聴きください、えーまあ、この時の本当とねかなとものですね、えー、進行トークがかなりうまくて、ね、こう本当聞きやすい声ですし落ち着いててでしっかりねあの後輩メンバーねビヨーンズのメンバーを ね、話を振ったり、ね、可愛がったりね突っ込んだりこれがねもう本当ピカイチなんですね。もうこれのね信仰のうまさがですね実はすごい話になりまして、えー、去年ですね2020年のまあ春ぐらいにですねのこの番組「ビビナイの」の、えー、番組審議会が行われましたでその中でこの審議会の委員とかあの,ーこのね、ラジオのナックファイブの社長さんがですねもう一度 かなともの進行がうまいと、ね、いうことでですね、あのー、もう本当アイドルというかアナウンサーのような感じで落ち着いてて聞きやすくて、で、進行が本当にね、ペースも良くてうまいということで、もう大絶賛の話でしたね。あのー、本当とかなとものですね、ラジオ本当聞きやすいですし、面白いのでですね、ぜひいろいろ、まあ複数いろんな番組出てますけどお聞きいただければと思います。 えー、余談ですけれどもこの「ビビなイ」ですねあの私、えー、ラジオ投稿、まあ、最近2021年の春以降、まあ、3回ぐらい、ね、させていただいてますが一度も読まれたことがありません、えー、今度ですね、えー、来たる7月の多分今度東海港の回ですかね「えー、ビヨンズ」からはあの前田心ちゃんと里吉歌野ちゃんが登場する場面がございます、えー、その回に私投稿してますので次こそは読んでください ということでですねこの大人の魅力あの舞台上もそうなんですがこのラジオというところもですね一つかなとものね持ち味が発揮されているところでございますさあそんな大人なこう落ち着いたお姉さんという、ね、イメージのかなともなんですが実はまあもう一つの顔ねキャラクターもねあると言われていますそれがボ君ですねまあ本当ボスみたいなものですね えこれ実はあのかなともご自身もですね、あのー、暴君だというふうにね言われているというのはじなんか自覚があるそうなんですが、えー、まあ実はですね結構まあ簡単に言うとねかなとももですね結構大胆なところとかですね無茶ぶりがあったりあとこう何て言うかまあ脱といったらあれですけれどもちょっといいか減なところというか。 ね、あんまりこだわらないところもあって、まあ、ある意味では当豪快な、えー、性格もあるんですねえー、このじゃあボー君な面ねどんな感じかというのはあのとあるかなんか YouTube 上にこうボー君かなともね、えー、まとめられている動画がございますのであのぜひですね一度ご覧ください結構ねあこんな面もあるんだっていうところでびっくりしたしますまあ簡単に2つご紹介し,します、えー、1つがです、ね、あの,ビヨンズの 山崎ゆはねちゃんです、ね、あの左上画像を載せてますけれども、えー、ビヨンズがですねメジャーデビューするにあたって、まあ、それぞれ各メンバー苦手なことを克服していこうという、えー、企画がございます。YouTube の you「おまけチャンネル」というところでですね放送されてますがで山崎ゆはねちゃんゆははですねあの動物。 まあ、特に猫が苦手なんですねドラえもんは好きなんですけどね。えー、まあその猫をですね、えー、少しでもこう好きになりたいということでですね白羽の矢に立ったのが金友です、えー、実は金友のですねお宅ではですね、えー、猫ですねスイちゃんというメス猫がですね飼われています。でまあそのスイちゃんを通じて、えー、猫にね仲良くなろうということでですねその企画が行われました。まあ、通常ですと ね、猫ほんとに苦手ということなのでまずはこう猫をね,ね少し触るとかなでるっていうとこから始めてまあ徐々にこうねだい抱きかかえるというまあ段取りとかね段階というものがあるんです、うん、ただかなともはちがいますええねこにな山崎フかちゃんに対していきなり「これはいちょっと抱いてみる?」って言って。 いきなりでもうそこが暴君らしいというかもう無茶ぶりというかあのそのですねあのゆハネちゃんの猫動画のコメントにもあったんですがこれ面白かったんですがこうまるでですね地方から来た女子大生に「えー、私明日から海外旅行行くから」と言って。 無理やりですね自分の飼っている猫を預けるキャバ嬢っていうねこうキャバ嬢があの金友なんですがこれ言えてみようですねまあこれね結構暴君エピソードの、まあ、象徴的なものの一つでもう一つがですねこれねもうほんと有名あの230度のヘアアイロンですねまあ暑、ねまあ、いんですけれども金友はなんと230度という半端ないって この暑さでですね、えー、やってるこのね、まあ、大胆さというか豪快さが、えー、もう暴君ってある、まあ、ある意味これが暴君の始まりというなんか説もありますけれどもあのこの230の部屋アイコンもう本当とかなともの象徴的なエピソードでございます。ねこんなあのまあ大人びたねお姉さんとこのとこもあればこう。 豪快な強さもあるタフさもあるボ、えー暴君というところを兼ね備えたこのカナトモというのがまた面白い存在でございます。まあそんなタフさもあるねボ君らしさから少しちょっと癒しの存在もご紹介いたします。えー、今ね山崎ゆはねちゃんとの話でも出ましたが、えー、猫ねペットのスイちゃんですね。この子がね本当可愛いんですよ。えー、2018年ぐらいにですねカナねカナダにねいらっしゃったということで。 えー、メスネコでいろいろですねファンから、ね、名前もね聞いたんですが最終的には、ね、妹さんがつけたね、スイちゃんというね、名前でですね、えー、決まりましたこのねほんと最初ちっちゃかったんですけどだんだんこう半年でこうブワッて大きくなってですねこのね垂れたねあの耳とね、お目目がほんと可愛くてですねほんとある意味ゆるキャラじゃないですけどこうまったり癒されるっていう感じでですねあのー、可愛いんですよ あの、インスタやブログでも登場しますし、あの、私、後ほど紹介しますが、あの、サイン会でですね、メッセージを送った際にも、あの、スイちゃんかわいいですねっていう、あの、メッセージも送ったくらいです。まあ、あの、実はね、親方の家でもですね、猫、メス猫2匹飼ってますので、こうね、やっぱ猫ってかわいいですし、こうね、猫というところ、ね、親近感を覚えます。あの、まあ、ハロープロジェクトのメンバーですね、いろんなペット飼ってます。 まあ一番多いのはやはりこう犬なんですけれどもで猫のメンバーもね2番目に多いかなというところであとあのカニを飼っていたり爬虫類を飼っていたりっていうねほんと個性派なまあね動物と一緒に生きているメンバーもいますのでまあぜひハロープロジェクトのメンバーねえー知る際はそのそれが飼っている可愛がっているこのペットというところも注目すると面白いでしょう。 でそういうふうな話をした中で最後ですねまあ、この魅力というかこれやっぱすごいなということがですねあのもう26歳でね現役をつね続けられているというところこれは本当20ね数年続いているハロプロの歴史の中でも実はこれ今日ですねほんと大きい場面を迎えています、えー、実を言うとですねえー、とまあ大体いいですねいろんなメンバーハロプロこれまでね歴代有名なメンバーねいました 後藤真希ちゃんとかね。松浦亜弥ちゃんね。とかももちとかね。道重さゆみちゃんとかねいらっしゃった。中で、うん、彼女らって実はですね。なんだかんだでやっぱりこう。25歳でまでにはね。辞めてるんです。要は26歳で現役を続けた。メンバーっていうのは、まあ調べたところ、えー、モーニング娘の初代リーダー。 中澤優子さんお一人だけみたいですね「まあ、太陽とシスコムン」とかどうだったのかなっていうところはちょっと私は分からないんですがまあねただ中澤優子姉さんも、まあ、実際そのデビューがもうなんて25歳ね過ぎてということだったのでそれをまあね、まあ、そういう状況もあったんですけれども、ね、ついにこのかなともですね、まあ、17歳でデビューしてついにこのね26歳をね現役で迎えた。 ででここれからも頑張っていいくというとうろがですね本当にねねすすごいです、ね、あの本当、まあ、ファンやメンバーの中でもですねいわゆるこの25歳定年節というのがもうねもう暗黙の了解というかもうねそういう考えがねずっとあって実はじゃあかなともがですね今25、ね、歳から26歳迎えられるかどうかね現役としてねかなりこれ注目されてたんですが、まあ、無事26歳をねでも活動されるということで本当嬉しいです。 でですね、実は最近かなとものですねこの卒業と年齢に関してはこのすごい熱いほんと良いブログが、あのー、記事が出てますあのー、ねあの「モーニングモーション7期を受けた、ね、ハロプロ大好きのアイドルプレディアの沢口恵子さんもですねご自身の,あの,ブログあの動画の中でですね、えー、語ってましたがこれ是非みんな読んでほしいという、えー、ブログですね。これがですね、えー、と、 実際のところですね、あのー、これもともとテーマはですね、えー、アンチュルムの笠原桃奈ちゃんがですね、もうあの、17歳で卒業発表をこの間されたんですね。これ結構衝撃的だったんですが、それについての記事でですね、その中でこの卒業と年齢について、かなともがですね、語っています。えー、まあちょっとブログは信しずとですね、まあポイントは、卒業に年齢は関係ないのだ。これね、あの、 響くんですよ特にこの25歳、ね、定年卒からじゃ26歳いけるかどうかっていうところの迎えてたかなともが言う一言これはね結構大きい、ね、重さがあると私は思っています。ねあの要は卒業と年齢って本当関係ないもう極端な話じゃあ20もう25歳迎えたからもうそろそろ引退ですねとか。 逆に「えー、まだ君はまだ17歳若いんだからもっとね卒業せずにもっと頑張れよ」みたいなねいろんな考え方があると思いますが決してですねやっぱアイドル活動っていうのは、ね、年齢ではないなんか年齢が原因で引退とか卒業っていうのはねあったらダメだよねってことをかなともがねおっしゃってますあのこれはね本当に大きいですしね笠原桃奈ちゃんは、まあ、私自身は本当はねあの、 アンジュームのリーダーになってくれるかなと思ってたんですけれども、ただ彼女内に見つけた海外でねダンスを頑張るっていう夢がある。これねやっぱねこれはこれで応援ねしたいですし、でかなともいや私はね25歳だから年はね確かにこう小中学生と比べては年を重ねてますけどまだまだ頑張るよっていうところ。 ね、アイドル活動ってねどんどんいつでも、ね、やりたけはば続けていいんだよこれがねやっぱりこう大事だなということを感じました是非あの,あのまあちょっと動画の、えー、概要欄にも彼女のですねかなともの卒業と年齢に関するブログ、えー、アドレス載せておきますので是非ご覧くださいですねということでですねかなとものですねいろんな魅力いろんな面をねご紹介をいたしました ということでですね次はじゃ,私じゃあそんなかなともと私って何か交流があったのかなということをご紹介いたしますさあかなともと私の関わり合いまあ先ほどあのラジオに投稿してたっていう話もあるんですがまああのある意味直接的な、えー、関わりというのはまあ大きく2つございます、えー、1つ目がですね昨年2020年の夏に行われましたハロコンですねあのソロのバラードの ですね、公演一人一人が歌うものを見ててですねその時にですねあの私初めてかなともをですね、えー、生で見ました、えー、福岡、ね、の公演でしたでまあ彼女の登場の,その時の出番が、えー、と MC があって MC 明けの次、まあ、場面転換の場面での一発目がかなともだったんですね、えー、でかなともがねこん入ってきます もうねなんかまるでこう大御が来たようななんか小林幸子さんとかあのー、ね和田明子さん来たようなこう風格があってまあ、あのー、服装もね白い、えー、服装で,でしかもちょっとやっぱ体格がいいというかねスタイルも良くて肩幅もあってでオーラがあるんですね。こう来てシーンとした中で歌うのがですね平原綾香さんの「ジュピター」ですよ。 Everyday I listen to my heart ねちょっと私語あってねお聞きらしくて申し訳ないんですがこれがねまたうまいんですよかなとものこのね太さある安定感ねある声で、ね、粘り気あって声量も抜群ですよねもう本当かっこよくて。 あのこの彼女のです、ねまあ、パフォーマンスこの「ジュピタ」ー平原彩香さんの分ですけれども「あのハロステ」ですね YouTube の配信番組でもですね、えー、実はあの彼女のパフォーマンスを見ることができますのであのリンク欄ですね動画の概要欄に載せておきますのであのぜひご覧ください4分25秒あたりぐらいですかね、えー。ほんと圧巻ですしこう生で聞くとですねほんと痺れますね。 もうかなともとにかくほんと歌がうまいというメンバーで、ね、間違いないということをその時感じました、まあ、もう一つがですね、えー、もうつい最近なんですが、えー、2021年の春にですねジュ、えースジュースが「ダウンタウン頑張れないよ」のですね新曲をリリースしましたその発売記念でですねあのインターネットサイン会が行われましたこれあのねインターネットサイン会に申し込むとまずあのねご希望のメンバーから ね私ねとかファンのねあなたのお名前を入れてサインを書きますでそれをアルバムと一緒にプレゼントというね、えー、企画がございましたでさらにね購入された方の中から抽選で、えー、選ばれた方にはこの生配信中にあなたのお名前を、ね、お好みのメンバーがね呼んでサインしますよという中継がございました、ね、私もねもう迷わず買いました かなともの、ね、サインねほんとか金とももともと好きでしたし、あのーまあ、正直なところですね、あのーまあ、25歳定年説というのも私よぎってまして、まあ、もしかしたら、ね、正直なところかなとものサインもらえるチャンス今しかないかなっていうところもあって今申し込んだというのもあります。えー、実際サインいたただきました まあ残念ながら、あの、名前を呼ばれる件には外れたのは本当悔しいんですが、ただまずね、名前入りで、しかもちゃんとコメントがね、ついてて、あの、私、あの、その、ま、サイン会ですね、申し込む際にメンバーへメッセージを送ることができます。で、そのメッセージ、ね、私も送りまして、最初はその、ラジオの話題、ね、ラジオ面白いですねって話やって、次に猫のスイちゃんも可愛いですねって話をして、最後に、 ままたたた、えー、生のパフォーマンス見たいですって私締めましたそれについてかなともがですね「生のパフォーマンスまた見に来たね」ってコメントねしてくださったのが本当に嬉しかったです。ありがとう。でもう今だからもう <laughs> 言います。えー、実はですねあのー、リミスターそのー私、まあ、落選が決まってえー、まあ実はインスタグラムのストーリーでちょっとかなともからまさに届いたまあ、あのー、名前呼ばず残念ってねいう、まあ、投稿してたらなんと。 かも、えー、ご本人から、えー、足跡がつきましたありがとう。女神様ですね。まあ実は私ちょくちょくハロープロからねメンバーからね足跡があって嬉しいんですけれどもまあやはりけどいつかね生のまたパフォーマンスを見たいですね。でこのほかにもですね、えー、先ほど申し上げた、えー、ラジオですね投稿であるとかあと今夜もですねこのね8時から行われますねかなとものインスタグラムのライブインスタライブもですねあるんですがまあその中で私も 2000今年のですね2021年1月の配信ちょうど多分あのジュースジュースと椿ファクトリー合同オーディションしますよの発表がされた時にですねかなとものインスタライブがあってで私もそこにコメントしてたらなんと私のコメントも読まれました。 まあ私が、えー「好きなプロテイン何ですか?」って聞いたらねかなともが「う、え、ん、ー、実は最近サボっちゃってるからな」みたいなことを言い出して「あら!」と思ってまあかなともらしいですけどね最近はなんかブログでもプロテイン載せてましたけどまあ是非ですねこの大人っぽいやっぱ魅力があってね面白さもあるかなともとですねまたね生のパフォーマンス見たいですなお、えー、夏のハロコンまたかなともとは別のグループ えー、なりますね申し訳ないですけど、まあ、いつかねまた生のかなともを見たいものですでもう一つですねもう後半戦なんですけれども、えー、最近ですねもうかなともを紹介するならばこの方もご紹介したいという方がいらっしゃいますえーまあ、YouTube や Twitter でご存知でしょうかかなともものまね芸人というね方が活動されてます YouTube でもねものまねのね練習されて昨日はですね「25歳永遠冊をね歌ってましたけど「太陽は覆う雲は」みたいなほんとかなともの特徴を捉えてて実際レクチャーもされてる方なんですがあの鹿野佳純さんという方ですね。 ですね、えー、最近そのかなともものまね芸人というのが結構ネット上でも話題になってます、えー、詳しくはですね実はあの私が数日前に、えー、上げた動画あのとある演劇を見たという、えー、劇団 Q さんの演劇の動画がありまして、えー、その実はあの劇団 Q の、えー、劇団員がですね一人がカノカスミさんで、えー、その 動画でもですね彼女のことを、まあ、思いっきり紹介してますので、まあ、詳しくはその動画をねご覧いただきたいんですねまあとにかくかなとものですね今週は特にかなともがですねあの誕生日迎えられるということでかなともウィークということでカスミンさんもですね気合い入れてかなとものものまねモノマネとパフォーマンスをされていますあの実は実はかなともご本人と狩野香澄さんかなともものまね芸人 ご対面してます、えー、ジュースジュースの個別会でもうほんと6月ですよ、えー、にお会いして、えー、しかももうかなともご本人から「ああの狩野かすみさんですか?」ってでも名前も覚えられててで結構 YouTube あのか,かなともものまね芸人の、ね、YouTube 見られてるということでもうほぼ本人ご公認認知されてるというねほんとすごい方なんですねあのいつかほんとご共演していただきたいと思います その時は私もね呼んでください。あの加のカ,カスミの加のチャンネル、カタカナで加のチャンネルで、えー、YouTube で調べますと、えー、カスミンさんのですね YouTube チャンネルヒットいたしますのでぜひご登録ください。あの本当いろんな動画ね、かなともをはじめいろんなまダンスとかですね歌のパフォーマンス動画ね載せてます。多分彼女もこれからかなり注目される、えー、方ですのでぜひこの際ねフォローもよろしくお願いいたします。 さあもう最後まとめに入りますが、えー、本当にですね、まず、えー、金田智子さん、26歳の誕生日、おめでとうございます ね、本当金かなとも自身もですね、この26歳をね、迎えられてまた、これからも元気にね、アイドル活動されていくということでですね、本当にまあ嬉しい限りでございますし、本当またますますですね、かなとものまあ大人な魅力とか、ね、暴君的な魅力とか、いろんな魅力にこうね、酔いしれたいなというふうに思います。ね、ああ、かなともね、好きな方はね、引き続きまた応援しましょう。で、かなともご存知でない方も、 これを機にですねぜひあのかなともにですね酔いしれてください本当にねあのうっとりしますね頼もしいっていうところが本音です、えー、ということでですね今回は、えー、ジュースジュースのリーダー金沢智子さん26歳生誕祭爆誕記念日ということでかなともの紹介をですね行いました、えー、これからも、えー、ハロプロ、ね、ジュースジュースかなともをね応援してまいりましょうぜひよろしくお願いいたします 今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この動画良かったよって思う方、ぜひですねいいねボタン高評価していただけるとありがたいです。本当嬉しいですし、あのー、ですね今回みたいにまあ基本的にメンバー紹介する時って私正直これまであの写真集の感想と一緒にやってたんですが、今回まあ写真集抜きにですね単独で行いました。 かなとものビジュアルフォトワークも私見たことあるんですけれどもねいろんな形でまあちょっとイベント自体がまあ九州ですし今度も夏のハロコンしか私行けないからですねそしてリリースもあまりないのでですねちょっとあのね3月から6月までのハロプロのね紹介動画少なくなるかもしれませんがただ皆様がいいねボタンを押して後押ししてくださるとこの今後ですねあのいろんなハロプロのですねメンバー紹介をね行おうかと今本当に考えてます。 あなたのねお紙面が発表されるかもしれませんよ <laughs>、えー、ぜひですねあのこれからもお付き合いよろしくお願いいたしますそしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします、えー、これからもですねハラプロを通じてぜひ交流してまいりましょうそれでは最後までご覧いただきありがとうございましたそれではまた今日も推しのために働く